エンタブレイン。ああよかった事業仕分けされなくて。ファミ通 MDVD カバーゲームはメタルギアソリッドピースウォーカー、機械の体特別編に可愛いナオンが参戦。毎回これでやればいいのにね。懐かしファッションシューティングツインビーで脳みそ1000万点。2007年度王者の妙技を見よ、やり込みスタジアム。クロスビュー40点満点マリオで遊ぼう。マジで楽しいっす。マリオ満点数略してマリマンス。このマリマンメガ坊主の丸々タイム。今注目の兄貴ランキング5ヶ月連続第1位、翔英兄貴のゲームキャンプおめでとう。今月2位はジャニコチエのカルメラ兄。狩りの季節は終わらない。モンスターハンタートライハンター通信、ハンターフェスタ09決勝大会、至高のハンティングを見よう。これが現代最高峰のゲームだ。帰ってきた伝説のアサシン、その華麗なる暗殺攻略、アサシンクリード2ビギナーズガイド。2009年もう終わり？マジで？今年も飯食ってうんこ作ってるだけだったな。よくないよな。よし、いいもん食っていいうんこ作るのを来年の目標にします。ファミ通 MDVD 2月号。ああ最低なことを言っている蓮舫。さあ始まりました、アメリカザリガニの機械の体。はい、平井さん、なんでしょう。今回我々2人しかいませんけども、はいはい、これはどうですか。まあ機械の体なんですが、はい、今回カバーゲームに昇格しました。あら、はい、すごいことじゃないですか。ええ、なんでコナミさんに来て今回は何をするの。今回メタルギアソリッドピースウォーカー出ました。こちらをガンとやっていこうと。はははそんなやる気満々の2人にゲームを指導してくれるのはコナミの山本さんです。しっかりと。どこかしらこれ、あどこだ。下手くそか。そんなことない。いや私コナミのジム今行ってきて帰ったみたいな感じで。ここにはないでしょ。この4人で頑張りましょう。わかりました。ありがとうございます、はい、じゃあ機械の体カバーゲームに挑戦の巻ですね。よっしゃ、はい、それでは早速みんなで遊んでみるぞ。さあイエッサー。さあそんなあったんだこっちか。さあまずは柳原さんと真島さんに協力プレイを体験してもらいましょう。さあイエッサー。今周りにこう黄色い輪っかが見えるかと思うんですけど。出てますね。はい、ちっちゃいのと大きいの。はい、で左のバーもなんか一本になってるんですね。なってます。これが今コープ状態っていうことになりまして。コープ。はい。で今二人協力してる状況なので。山本さんちょっと待ってください。はい。協力してないですよ。こんにちは。こんにちは。今回はですね、マスクもしたままなんだね。そうです。うんうん、で今回はですね、スーパーマリオブラザーズの Wii をやりたいと思うんですけども、うん、とはいえ僕らはですね、一応ゲームのプロじゃないですか。ルパン。プロ。ああもうプロですよ。ゲーム雑誌ね。ね、編集長ですからね。編集長です。一の一からちまちまやってちゃしょうがないと。はい。ね、なんでいきなり8の7から進めたいと思います。8の7って大体難しいよね。難しいですね。ああこういう風になるんだ。ビョーンってなるんだ。ビョーンだ。ああそう。へえ。取り合いとかしてる場合じゃないんだね。だからね。これ B ダッシュ。ああえこの縮むのは何？距離が。あみんなが離れると。わわわわ。B ダッシュもある。ああもう行ってるよ。もう行ってるよ。あ取って。うわ音きた。びっくりした。おお。ええ何してんの？何してんの？違う違う違う。これ落ちた場合は。落ちた場合は。もういない。あ危ね。何これ。うわわわわ。ルパン今いるよ。嘘だ。そっかそっか。危ない。無理だ。何これ。何これ。10月25日、六本木にてモンスターハンターフェスタ09の決勝大会が行われた。そこで今月のハンター通信では決勝大会のお題ロアルドロス。裏元金闘技王の大連続資料の各1位の映像をノーカットでお届け。さらにルパン小島が1位に輝いた選手たちに決勝大会のことをインタビューしたぞ。まずは1回戦のロアルドロス討伐から。生ゾーンのお二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。
作戦の前に、まあ、武器を聞こうか、まず、はい、まず武器を、使用した武器を。武器はですね、はい、僕がハンマーで、うん、自分が体剣を使ってます。はいはいはい、イタリアを舞台に伝説のアサシンの血を引くエツィオの復讐劇を描いたアクションゲーム。今回は序盤から中盤にかけて登場するターゲット3人をピックアップし、1人につき2つの暗殺方法を紹介。アサシンクリード2ビギナーズガイド。まずはスタート地点から広場奥の入り口を目指す。広場の入り口には番兵が2人いる。ここは一旦素通りしよう。通り過ぎた先にいる娼婦を買収。買収は今作から追加された新要素。盗賊や娼婦を雇い協力者にすることができる。娼婦を連れて入り口まで戻ろう。すると万平は誘惑され持ち場を離れてしまう。何してんの社長。あんた仕事仕事。まだまだすまない。いやいやいや、仕事仕事。あんた何やその顔。いやすまない。何やねん。すまない社長。えらいイボできて。そこ社長。この冬からな PSP でダウンロードできるコンテンツがめちゃくちゃパワーアップしたんやで。こんなちっちゃいのにえらいやってんな社長。はい。それどうやってダウンロードできまんねん。それがわからんがな。わからへんのかい。そういうとこがあかんねん。お前は PSP GO。 相変わらず物知らずだね。何しましょう。何しまんねん病人に。久しぶり。あ、覚えてる。配信専用タイトル、ほう、ロコロコ、ほう、ミッドナイトカーニバル、来ました。ロコロコ。ロコロコ。なあ、お前元気やな。いや、なんか元気出てきましたね。全然病気じゃないか。うわ、これすごい飛びますね、これ。わあ、ニボイン。おい、ドラッツ。すごい。わあ、ダトリ。ぴょん。わあ、ちゃっちゃっ。あー、いい。あー、なんか足元が不安定。不安定。不安定。わあ、なんか不安定。あー、なんか。あいつゴロ。あいつゴロ。